誰かに似てる。誰に似てるんですかね。誰それお金忘れてないですか。いや。誰に似てる。さあでもこれはまあスーパースターが勢ぞろいですからね。本物だったら大変なことですよ。そうですよ。そうかな。さあこれはチンスケと内装ですからね。シンスケさん内装誰かおちらにシンスケさんですよ。シンスケさんは本物です。内装おっとどうしておしっこ我慢してんのか。内装は帽子も取らないでしょ、上も脱がないですから、ね、舐めてないですね。これどういう意図で。あれはズラが取れづらいようにですね。あまさか見えないところでまさかやめてくれ。大人なんだからやめてくれ。おっとすっきり爽快だし、ああ静かな始まりで、ごめんね館長は許してねと。最後にちゃんと聞きますよと。さあ行くか。これどうするどうする。さあさあおっとおお笑ってないけどまさか。うんね、自分たちがメインの試合っていうのを分かっててこれねこういう試合運びをしてるんでしょうか。ガーッと目を見開き内藤ポーズ。でもいいですよ、緊張感はいいですよ。今までの試合と違いますから、これは。なんだなんだ、無声が見てるような。どうするどうする。ねえ、それっぽいですよね。それっぽいところはいい意見が。視力が意外と悪くなった。これも怪しい匂いがしてきたね。上か。わかりません。わかりません。0.1 か。メガネをかけてください。さあどうす。おや。おお。下。さあ始まった。シャッターチャンス。シャッターチャンス。カメラを意識してるんですが、ここはちょっと一歩リードしてますよ、中村選手がね。さあ、もう出るのか、金シャツ出るのか。おお、できるか。いや、後ろガンガン見てましたよ、今。おお、まあまあまあ、下半身にね。あ、まあ、最近の中村選手はね、股間攻撃をしますからね、反撃をね。反則ですよ。反則だが、ここまでやると気持ちがいい。まあ、よく見たらサラダ選手のあの下もヒートテックですもんね。そうですか。もうちょっとね、今ねブルーな感じのね衣装にもなってますから、その辺もさあさあ岡田さあ見せてみる。岡田危ない危ない。アメリカ WWE みたいですね。ゲームがずっと変わりましたね。いや、いいですね。おっと乗って、さあどうする、ダイビングエルボードロップか。ダイビングで、さあ今ね、飛んでます、今、トップロップがいいです、今。そうなんです、あのポールはね、置いてあるだけですからね、すぐ倒れちゃうんですよ。危ないんですね、あれがお客さんに激突したら。そうですよね。せーあっとおっと、さあどうする、内装だ。今、チーズケに一発だ。入れろどんどん。チンスケに一発やったのに。あ、入ってた。さあ内藤入ってどうする。さあどれいったんですか。さあさあ交互に交互にやってみる。あったぶない。いいですね。ロスイングの方がまだコンビネーションが。おっと。あれ。中村が入ってきた。おろろろ。なんだ味方だろう。その暗いからもしかしたら分かんないのかもしれないね、顔がね。うちの備品じゃないですか。備品ですよ、全部。
現地にあるもので済まそうとしてんだから。あ、これはいいね。単純にここの写真が撮りてえっていうね、お客さんに。お客さんにやらせてね。結構じゃそう。ね、一応ねちゃんとカメラを意識するあたりはね、やはりちょっとね離れしてる感じがしますけどね。ね、打点は高かったですけど自爆しちゃいましたね。ロープに終わりましたね、内装が。いや、カウント行かないのかよ。カメラ意識しすぎだろう、こいつは。お、出るか？レインメーカーが出るのか？ミジャパンカップね。よー、これは結構決まったね。まあまあね、さすがに試合の中ではまあメインをやるだけあって、ただこのメンツならもっとできたんじゃないのかい、うん、やっぱり中村とね岡田が組んでっていう、そういうまさに夢のカード、それだけハードルが上がってて確かに難しい試合かもしれないけど、もう少し俺はできたような気がするね。あ、もうこの時あったんだね、7月1日の時は。まあこれエンディングだよ。たくさんのね、ゲームさんがね。あ、おじさん。ところに。じゃあそこのおじさん。会長。おじさんは前回の大会で出場停止したんですよ。何だろう、言うことないです。帰ってこい。帰ってくるんですか。流行りといえば藤波のマッチョドラゴンということで。
るし、まあ、そして俺は47だから無理ですよ、そしてテレビに出たことないやつは出場ができないということはですよ、皆さん、テレビに出たことあるやつは出れるということだね。そうですね、私先週テレビに出ました。そのテレビというのはあれだ、ニコ動なんだって言ったら誰だろう、なんだなんて言えないけど、そうだろう、てめえらだって出てんだろ、ね、おい出てんの、そしたらお前来月も俺も出れねえくよ、そうだろう、てめえらはそうだろう、だからニコ動出たということで次回皆さん私出てもよろしいでしょうか。じゃあどうぞ、じゃあせっかくだ、てめえらこのヤングチームかい、えヤングチームの大将のてめえ岡田かおしか、俺と一騎打ちどうだい、一人で行けるんですか、いや、一人は怖えな、若いからな、あいつはな、まあ、次回は T1 クライマックス、残暑の祭典 T1 クライマックスがこの会場で8月2日1回戦始まる、優勝者を決めるということで、てめえをまず俺はぶっ潰す、てめえは気に食わねえんだ、相方もなんかお前ら中途半端にいる男2人が揃いやがって、あいつが相方なんだよ、大きなメガネがいいね、この大会場用のマイクでね、エコーがかかるからいい、てめえはいいぞ、よし、もう一人俺は助っ人、もう一人てめえらのこのヤングジェネレーション、もう一人誰だよ、俺らは内装ですよ、よしよし、ヤングヤング、もう一人のヤングだ43歳、いらない、政府だ、よし、いいじゃねえかよ、じゃあ、てめえを俺がぶっ潰す、こいつを潰すレスラーを俺一人連れてきたよ、ナウリーダーのこいつだ、出てこい、やったんだぜ、お前、よしよしよし、もうこれ聞かい、よし、これ聞か、俺の元相方だ、本当に、茶マシ売り切ってるね、そんなことやってて切れてんのかい、切れちゃいないよ、てめえ内装と茶マシ売り切り、そして岡田青近、このクラッシャーいるのがぶっ潰してやるから、次回8月2日覚えとけよ、望むところだ、よしやってやるよ、他にも俺らニューリーダーぶっ潰すためのナウリーダーのメンバーを用意するから、あそこにババみてえのがいるからよ、赤い T シャツを着た猫って書いてあるババみてえのがいるんだよ、脱いでみろてめえこの野郎、ほら体がババじゃねえか、無理があるだろ、もう なんだよそっちは、何がだよ、俺らお前これはナウリーダーの代表じゃねえかよ、なんか金賞でああいうおばさん見ましたよ、アマズの相方と大して変わんねえじゃねえかな、パンスケと、あいつも一緒じゃねえかよ、オリンピック選手出しちゃったね、よし、いいよ、メガネもぶっ潰してやりていいところだけどね、てめえら8月2日、次回覚えとけよ、望むところだ、19時から19時1500円でやる、1500円、最後に1500円、当日は当日はいくらだ、2000円だ、よっしゃ覚えとけ、それくらい、すいません、ね、そこは忘れちゃったね、よし、てめえら、分かったな、ぶっ潰してやるからな、台本なしでやってやるぞ、よし、これ、よし、魂やるぞ、はい、うん、よしよし、頼むぜ、あ、やりますよ、よし、そんなげ、ジュニアにそんな取ったら、あ、夏前だっすよ、じゃあ頼むぜ、俺、気合い入れてやるから、はい、よし、あ、